花粉症の時期となってきました。皆さんは花粉症終わりでしょうか？皆さんこんにちは、ビアンカクリニックの前田です。私は花粉症全くないんですけれども、周りにもやっぱり花粉症でお悩みの方すごくたくさんいらっしゃいますし、花粉症に対してどのような対策を取ることができるか本日はお話しさせていただこうと思います。まずクリニックでできることとしては、一般的な抗アレルギー薬のお薬を飲んだり、またこれらでなかなかコントロールがつかない方でしたら、ヒスタグロビンやノイロトロピンの皮下注射をすることもとても効果的です。他にはボトックスを使う治療であったり、最近では重症の花粉症に対してゾレアという非常に効果の高いお薬も保険で使われるようになってきました。一方でご自宅で自分でできる対策としては、まずは炎症を引き起こすようなお食事を控えるということを試してみてください。例えばお砂糖や小麦粉、乳製品やオメガ6脂肪酸のような炎症を弱気するような食べ物やアルコールを避けることも効果的です。逆に炎症を抑えるようなオメガ3系の脂肪酸であったり、 GI 値の低い穀物、お野菜や高品質のタンパク質もおすすめです。またヒスタミンという観点から見ると、ヒスタミンの分泌を引き起こしやすい食品も花粉症を軽減することに役立ちます。例えばチーズなどの発酵食品や赤ワイン、チョコレート、ほうれん草やバナナ、パイナップル、キノコ類やアボカドなどはヒスタミンの分泌を促進することが知られています。次に手軽に摂ることができるサプリメントについてお話しします。炎症を抑えるビタミン D やビタミン C、またオメガ3のフィッシュオイルなどのサプリメントは誰もが摂っていいサプリメントと言えると思います。その他にもグルタチオンの前駆物質である NAC、あとは花粉症で起こる炎症を抑え粘膜の粘性度をサラサラにすることや、花粉症で起こる鬱血や粘膜の蓄積を抑えることができることが分かっています。小規模な臨床試験にはなりますが、ブタクサに対する NAC の効果も示されており、ビタミン C やオメガ3、ビタミン D などでコントロールが難しい方は NAC を試してみる価値もあるかもしれません。これらの食事やサプリメントは即効性を期待するというよりは体を整える働きが強いので、できれば花粉症の時期より3ヶ月から6ヶ月ほど前から始められると理想的かと思います。花粉症でお悩みの方はぜひカウンセリングまでお越しください。